あろうな趣味、戦車。戦車、なるほどなるほど、いいリアクションですね、みんな揃って戦車、車を洗う、車を洗うのが趣味な人がこの中にいます。さて誰かアンケートを出してください、どうぞ。はい、これは難しいですね。これは難しいですね。戦車、これは難しいですね。会場のお客様なんか手で1とか2とかやってお、あ、全然分かんなかった、ごめんあー、なるほどなるほど。誰が車を持っていますか、うん、なるほど、そういうヒントもね、あるかもしれませんけれども、さあ、結果の方を出してください、どうぞ。一番戦車してそうなのはヒソ君。ヒソ君、さあ、まだ分かんないですからね。まだ分かりませんからね。ヒソ君が一番多いです。圧倒的にね、圧倒的です。東北君 1.1% だまだ分かるから、車がないです、うん、だし、だしもうさっき出ちゃったからね、違うだろうって、はい、みんな完全当てにいってる感じがね。賢い、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 じゃあ正解をね、発表しちゃいましょうか。はい、戦車が趣味の方は誰ですか。せーの、キソ君。正解、正解、正解。戦車好きなんですか。はい、本当に好きです。あ、じゃあもう綺麗好きとかそういう感じなんですか。はい、綺麗が好きなので、本当に毎日選手、戦車、戦車、戦車します。ワックスとかもかけるんですか。はい、いい仕事しそうですね、なんかね、ピッカピカのね。でもいつも洗車するとき、その日は雨が降る。アンラッキーですね。そんなジンクスがありますよね。ジンクスです、いつも。なるほど、いつも雪もね、降っちゃったよね。せっかくで洗車しようと思ったのにね。はい、あ、でも綺麗好きなんですね。だからお部屋とかもきちんとされてるんですね。はい、本当に、キソ君さんはなんか本当に綺麗が好きなので、掃除も几帳面、几帳面はね、うん、だからドンホ君がもう食い散らかしたインスタントラーメンとかを片付けるというね、素晴らしい、ありがとうございます。はい、それではじゃあサイリーポスターの当選者発表しましょう。じゃあサイリーポスターを当選されたのはこの方だ。もやしさん、大阪のもやしさん、素晴らしいでございますよ。さあ、それでは